岸谷生麦線の起点。トンネルの先が生麦方面となる。手前右が第二京浜青木橋方面。左は道五丹田方面。岸谷生麦線は横浜市鶴見区の岸谷2丁目と道生麦3丁目を結ぶ延長線230メートルの都市計画道路。2017年3月16日に開通した。第二京浜国道と産業道路。 第一京浜国道を結ぶとともに、首都高速神奈川7号横浜北線、岸谷生麦出入り口のアプローチ道路の役割を持つ。都市計画法に基づく正式な名称は、横浜国際港と建設計画道路3.451号、岸谷生麦線である。建設中の生麦川高校。上層左右が、岸谷生麦トンネル、下層左右は、 首都高速横浜北トンネル延長は1230メートル。福音17メートル、上下各一車線で、生麦方面行き車線に歩道がつく。車道の設計速度は時速40キロメートル。大半の区間は鶴見区に当たるが、小安台公園部分は神奈川区を通過する。起点の岸谷2丁目では、第二京浜国道に接続する。横浜市立生麦中学校と、 小安台公園の地下を上下線別のトンネルで抜ける。その先は、首都高速横浜北線と合わせた、高架構造となり、JR 横須賀線、東海道本線、京浜東北線と、京急本線の線路及び、第一京浜をまたぎ越す付近に、岸谷生麦出入り口が設けられている。キリンビール、横浜工場の北側を高架で通過した先で地平に降り、不利、 産業道路に接続する地点が終点となる。線路との交差部は、西側より、岸谷生麦線上り、岸谷生麦ランプ下り出口、首都高速下り本線、岸谷生麦ランプ上り出口、首都高速上り本線、岸谷生麦ランプ上り入り口、岸谷生麦線下りの7本の橋桁がかかる。カーブとなるとともに、岸谷生麦線が、 首都高速の下層に入る複雑な構造である。建設にあたっては、首都高速の上下本線は、江北側の仮設高台で組み立てた桁を、生麦側の橋脚まで送り出す、送り出し仮設工法、岸谷生麦線と、高速出入口は、仮設済みの橋桁を使い新たにかける桁を、縦方向に送り出した後、横方向にスライドさせる、横取り仮設工法が取られた。 桁の仮設工事や桁の裏面の吸音盤設置などは電車の運行が終了した実質2時間に限られる。この工区は2011年の着工から開通まで5年半を要した。岸谷生麦線は2017年3月16日に開通。首都高速横浜北線、岸谷生麦出入口はその2日後の3月18日に供用開始した。 新横浜出入り口のアプローチとなる長島大竹線も同様に3月16日に開通3月18日に首都高速に接続している。ありがとうございます。